チャオ、あっちゃんです。昨日ね、スーパーで見つけて四つ葉牛乳っていうのを見つけて買ってきたん。これね、四つ葉のなんだ、バター、あれめっちゃ美味しかって、だからここのミルク美味しいかなと思って、ちょっとだからね、これ1本1リッターで300円すんだけど、厳選基準をクリアした十勝産生乳を、産地でパック、北海道十勝の成分無調整四つ葉牛乳、生乳 100% 使用。これね、さっきちょっと一口飲んでんけど、これがね、すんごいすっきりしてんねん。ね、すっきりしてんねんけど、生クリームみたいな感じの、なんていうのかな、コクがあんねんね。めちゃくちゃ美味しい。飲んだ時ね、すごいスルスルって入るぐらい、すごい軽いんやけど、あと口の中に残る、なんていうのかな、コクっていうの、生クリーム級なのね。ほんまに、特濃なんかやったら飲む時こう、ちょっと重い、とろっとした感じだけど、そういう、じゃなく、なんかナチュラルな、ほんまの、生乳って感じ。すごい美味しい。これでコーヒーつくのもったいないんだけどね。でも、コーヒーにもしてみたいと思います。はい。ということで、このボスのね、ボスラテを、ちょっとね、これで割ってみましょう。ボスラテを、四つ葉牛乳ね。めっちゃクリーミー、美味しい。これに甘みとか入れたら最高かもわからへん。すごいいいカフェオレになるかもわからへん。今回はこれ無糖の、ボスの無糖でいきました。四つ葉牛乳最高です。ちょっと高いけど、またこれリピするかもわからない。大久保で見つけた、他のところで見たことなかったけどね。四つ葉牛乳美味しいな。うち子供はね、あれが美味しいよね、明治美味しい牛乳。でもそれとこれとどっちが美味しく、また飲み比べさせてみよう。はい、ということでした。またこのも見てきたら回してみたいと思います。またね、今日は四つ葉牛乳の紹介、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。